武田邦彦先生のブログから。一平卒は素晴らしい、これが人生を充実させる。お母さんは一平卒。ある一定の確率で出産できない女性がいるし、兵隊に行けない男性がいる。日本国民が日本を守るということを憲法で禁止することはできない。原爆は兵器ではなくて虐殺爆弾。戸籍がない国は契約が中心。我々の目に映るヨーロッパ人は全てヨーロッパの貴族。それと日本の庶民を比べてしまうことが多い。お母さんという職業は契約がないから仕事ではないらしい。しかしそれ以前に結婚という極めて重要な契約をしているではないか。今日より明日が良くなると思えなければ人間は明るい人生を送れない。お父さんとお金は大体の価値が同じ。鳥類の卵は半分くらいが不倫の卵。合理的な考えは大脳皮質で行う。だから必然的に利己的になる。武田邦彦先生と松田学先生、第10回。アメリカの FRB は私企業。ここに国際金融資本が救っている。日本では今のところ日銀が国債の半分を買い取っている。ほとんどのお金は銀行が貸し付けて生まれている。戦争で生産設備が破壊されるとハイパーインフレが起こる。 AI や技術革新により今後も生産コストは下がっていく。だからインフレを目標にするのは非現実的。 IT はホームページ時代から SNS 時代になり、今後はブロックチェーンにより自律分散的なものになっていく。中央集権的なブロックチェーンによるデジタル円も必要になるだろう。ブロックチェーン技術により電力が何発電で作られたものかも分かるようになる。トレーサビリティが可能になる。格段に効率のいい世界になる。我々はまだルーティンワークに多くの時間を取られている。産業革命は肉体労働を減らしサラリーマンを生んだ。続いて本当の話、第112回。 CIA の金の流れを見るとウクライナ戦争はウクライナ側が仕掛けたものである。人間は面白くて自分の頭に最初に入ってきた情報を自分の意思だと思い込む。日本の大人は自分の感情に基づいて日本の子供たちを危機にさらした。チャイナの中距離弾道ミサイルは全て日本に向いている。すなわちチャイナは明らかに日本の敵国である。ルソン島、硫黄島、千島列島までは日本とアメリカ、ソ連は戦争をしていた。沖縄戦や広島、長崎は戦争ではなくて虐殺。アメリカは最終盤は日本の市民を攻撃した。蹴りがつかないまま終わったのである。日本とオランダ、日本とイギリスは蹴りがついている。オランダ軍やイギリス軍は降伏したけれど、日本はインドネシアやシンガポールの市民の爆撃等は行っていない。戦争は降伏できる、そんなに残虐じゃない。日本はスリランカにとって中国と並ぶ最大の債権国。アメリカのメディアは民主党支持。日本のメディアはアメリカのメディアから情報をもらっているので、こちらも必然的に民主党支持。政府による節電要請は明らかに原発再開と太陽光発電に投資するためのものである。 2% の値上げがあって初めて経済はうまくいくというのはある程度筋が通っている。安倍総理の就任後初めて物価が 2% 上がった。アミノ酸を作るのに必要な HON とかは宇宙にたくさんある、すなわち宇宙の至るところにアミノ酸ができていると思われる。排泄物がないと自己修復することはできない。〇〇無償化というのは人気取りの政治家が使う言葉、正しくは税金化である。子供がタバコを吸うと体に悪いというデータはない。かけがえのない人という考え方は日本にしかない。ドーパミンやセロトニンの調節にどうしてもニコチンが必要な人が 20% ぐらいいる。武田邦彦先生の本当の話、第112回。欧米では投票率はだいたい 70% くらい。一発の銃撃で票がある政党に流れたとするならば、それは言論が暴力に負けたということ。もし実際にそうだったとしたら、日本人は反省しなければならない。放射線防護服は放射線を防護しない。
アナウンサーは原稿を読んでいるだけなのでという言い訳は通用しない。兵士は上官の命令だったとしてもやっちゃいけないことは自分で判断するべき。ナポレオンの台頭によってヨーロッパ南部や南アメリカが民主国家になった。その頃まではフランスの政治はまともだった。しかしその後のフランスの間違った政治によってナチス・ヒトラーが台頭した。日本人は自分の正義は世界の正義だと思っている。正義で政策を決めてしまう。日本は大東亜戦争前までは原油の 77% をアメリカに、残りをオランダ領、東インド、インドネシアに依存していた。鉄鋼は 72% がアメリカだった。アメリカ人は正義は後からくっつける、金が欲しいだけ。ウクライナ問題ではロシア側についた国が予想外に多い。共産党は本部で政策を決めて国民はそれに従って我慢する。節ガス節電思想は共産主義。少数のエリートが考えることは理屈が通っていても結果的には間違っている。ウクライナとロシアの国境は世界中の誰もわからない。ウクライナ戦争でそもそも先に手を出したのはウクライナ。ソ連崩壊後飢餓状態になり、ロシア人の平均寿命は10年下がった。そこでプーチンが出てきた。日本人は自分の感情や判断を司っているのは NHK のニュースであるということに気づかなければいけない。スリランカはインドから離れてチャイナとも少し仲良くして独立しようとしたけれど、そこまでの政治力はなかった。共産主義が常に膨張するのは自分が正義だと思っているからである。人それぞれに正義があると考えるのが人類の進歩なのに。令和臨調は欧米と同じような支配層を作るための組織。日本の気象関係は江戸時代くらいから詳細な記録がある。それによると6年に1回ぐらいは飢饉がある。すなわちそれくらいの頻度で異常気象がある。30年に1度くらいのものを異常とするのが今の気象学。農林水産省は昔から米の生産のために雨量を測定してきた。しかしこれだと異常気象が発生しなかった。そこでアメダスのデータのみを使用。こちらは最も古いデータでも1970年代、すなわち50年前なので異常を出しやすくなった。太陽光は環境を守る上で最も大切。それを人間が横取りすると生態系が破壊される。希少生物は追いやられていって劣悪な環境下で暮らしている。太陽光発電をやると反射光をもらって生きている生物が死滅する。プーチンへの恨み節を言う人は電気料金の増加を覚悟している人々。国民に節電を呼びかけるというのは政府として屈辱のはず。電気不足なのに電気自動車に補助金を出すというのが矛盾。世界中のどの原発も震度6には耐えられない。震度6以上の地震に耐えられる原発を作ることは技術的には可能だけれど費用が倍になる。しかし安いから原発をやるとなっているので、実際にそんな原発が作られることはない。もともとはワクチンを2回打つ人が 70% 以上になったらマスクはいらないと言われていた。今の日本の国土面積、森林面積からすると何もしなければ人口は4000万人くらいまで自然に減っていくだろう。